川田状態を切り返します。上になりました。5分が経過しました。30分の一本勝負、長世代軍対正規軍、小橋健太、浅子、川田、そして大森が相まみえています。エキサイトシリーズの開幕戦、ここまでは一進一退、五分と五分の流れ、小橋そして川田が熱戦を繰り広げています。東京後楽園ホール、持ち上げた2クラッシャー、そして青コーナーに川田を引きずっていきます。ここで浅子にタッチ、浅子が出てまいります。体格の上では一回り川田より小さい浅子、アスナロハイでも思ったよりいい成績が取れなかった、みんな自分より体重のある、そして技の重い人たちでした。しかしそれに対抗する攻めをしていかなくてはいけないんです、それが全日本プロレスで生き残っていく道なんですと話していました、浅子です。馬場さん、全く浅子にとってはその通りですよね。そうですね、この川田ももちろん浅子より体格、そして技でも重さでも勝っています。しかし長世代には菊池剛、今怪我でずっと力を蓄えてはいると思いますが、菊池といういい先輩がいます。正規軍川田から大森にタッチ、再び若手の激しい戦いになります。まずはキックから、そしてネックブリーカードロップ、いい流れです。90度に攻めを展開してまいります。素晴らしい攻めです。おっと、これは勢いをつけての低空のブレインバスターでしょうか。カウントは2。馬さん、この大森のファイト、アスナロハイでの成長を本当に物語りますね。そうですね、自信が、自信がついたなということを感じられますよね。また一段とスピードが増しました大森隆夫、幾分その筋肉の張りも良くなったように思います。泉田が切り返す、そして小橋にタッチ、さあ小橋、大森にどんな攻撃を展開するか、十分な間合いから下から突き上げるような逆水平、マットに打ちつけます。小橋そして大森、一発一発逆水平、その技の重さが違います。今度は串刺しのジャンピングに、さあそして速いタッチワークです。長世代軍連携を見せます。ハンマーを下ろした、浅子悟、浅子は平成3年4月4日デビュー、大森は平成4年の10月16日誕生日デビューでした。ロープに飛んでフェイスバスター、カウントは2。浅子悟はこの3月2日誕生日を迎えます。23歳になります。浅子前に大森を落としました。体勢を返します。カバーします。カウントは、カウントは2。大森返しました。さあそして速いタッチワーク、ここはいいタッチの連携、長世代軍ペースをつかむか、戦いの場を場外に移します。さあ鉄柵のちょうど際、まず小橋が大森を高く掲げ上げて、滞空時間の長いブレインバスター。馬場さん、このあたり小橋大森に技だけではなく精神的にも優位に立つ、いい間合いで打っていきますね。やはりそうですね、小橋にはこと大森に対しては余裕があると思うんですね。ですね、容赦なく先輩としてのプロレスラーとしての洗礼を浴びせていきます。小橋そのままリングに戻って逆襟固め、ボストンクラブに入りました。小橋の歯に、そして筋肉に、腕に力が入ります。さらに角度をきつくしました。大森普通に顔を歪める、しかしその目の輝き、今までの大森とは違います。勝つことを意識した修羅場のリーグ戦をくぐり抜けてきた大森、成長した大森、その大森を見せる川田、ロープに逃れました。浅子にタッチです。長世代軍がペースを掴んでいます。フライングメイヤー浅子、あー今度はキックです。リーグ戦での敗北の鬱憤を晴らすかのようなキック、そして今度は肩逆襟固めです。
この大室に対しますと浅藤闘志をむき出しにしてまいります。阿波さん、この先輩が後輩に負けるということは非常に辛いことですもんね。そうですよ、その浅子、この表情にその屈辱を晴らす、ね、やっぱりこの体力の差ですよね。やっぱりこうやってね、体重がもう随分違いますからね、やっぱりロープに逃げられてしまいますね、はい、それで、まあ、小橋にやられ、浅子にやられても逃げていくというだけの力が大森にはついたということですよね。そうですね。あーと今度はラリアット、凄まじい角度で当たっていきました。ハウント圧、いや凄まじいラリアット。しかし大森ここは立ってまいりますが、ダブルの攻撃になります。ホイップした、浅子が飛んでくる、まずエルボー、そしてラリアット、弓を引きました小橋健太、さらには合体技です。小橋のブレインバスターに体を見せた浅子、ダイナミックな技カバーします。片指カウントは2、さらにカウントは2、さあ大森ここは耐えて川田にタッチしたい。しかしここを耐えるだけの力はついてきました。大森川田にタッチをしたい。右耳から若干流血です。大森高尾、この大森、平成4年10月16日福島大会でデビューした、そのデビュー戦の相手が浅子でした。アスナロ杯ではその浅子を破って堂々の勝ち点8、2位、秋山と優勝決定戦に臨んで敗れはしましたが、その存在を大きくアピールしました。今浅子と小橋、先輩レスラーの洗礼を受けています。返していきました、リバーススープレックス、しかし捕まります。さすがに赤コーナー川田俊明が手を伸ばしますが、そこまでは届きません。大森を心配そうに見つめる川田俊明、円錐切り。川田にもまだ若かりし頃、連戦連敗という頃がありました。今頼もしく大森を見つめているかもしれません。さあ川田の元に帰ってきた、川田にタッチ、キックから活路を開く正規軍、顔面蹴り、ニュートラルコーナーから起き上がり拳のチョップだ、2発、そしてあっと3発目はかわした、首筋へのチョップ、ロープへ飛んで待っている、スピンキック、さあ川田どうする、あ足も負けていません、ロープに飛んでいきます、あラリアットが回っていた、いや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 、熱くなってまいりました。エキサイトシリーズまさに興奮、開幕戦後楽園ホール、パワーボムの体勢か、小橋これを捉えます。場内からは川田へ、そして小橋へ歓声が二分します。浅子が青コーナーのトップロープから捨て立ちです。ミサイルキック一戦、そしてラリアット、さあ浅子が自らタッチを要求しました。阿波さん、これは頼もしいですね。浅子、いやそうですね、はい、素晴らしいですよ浅子の根性、素晴らしい投手です、うん、川田もそれに負けずと蹴りを見舞いました。しかしもうこうやって、ね、はい、蹴られても殴られても向かっていけばね、今度はラリアット大森、はい、しかし今の浅子の闘志、本当これからの全日本プロレスが楽しみになってきました。素晴らしい闘志です。さあ今度は大森、そのまま前に落としました。する小橋のドロップキック、よく見ています。本当にたくましくなりました大森、そして浅子、さあこれでリーグ戦浅子を仕留めている大森です。浅子ここは返しました。15分が経過しました。30分の一本勝負、制限時間の半分が経過、正規軍対超世代軍、小橋、浅子、川田、大森、それぞれがそれぞれの思いで自らのファイト、渾身のファイトを展開します。ああ大森またカットに行くか、あと首筋へのチョップ、一発でガクッと膝をつきました。さらに浅子、スライグンディングのようなドロップキック、ここで小橋にタッチを見舞います。小橋の目が怖いぞ、汗が滴ります。
ロープへ飛んでキックをまず見舞っていきます。さあその表情、完全に大森は小橋をその気にさせました。川田から赤コーナーから大森に行けという言葉が飛んでいます。さあ大森その通り行くか、ちょっと足元がふらついているぞ。あーガクッと落ちました。しかし大森この峠は越えていかねばなりません。全日本プロレスのレスラーとして生きるためには越えていかねばなりません。あーっと小橋の5発6発が大森のさらに20発ほどにも値します。ニードロップ、コミッションを握った川田が、川田がカットに入るか。おお、フローチョップ、チョップしていく。ニュートラルコーナーでの川田と小橋の争い、おっと蹴った、落ちました小橋。そしてローリングしてタッチ、大歓声、後楽園ホール。バックになった、ジャーマンか、いやこれを受けている、投げ捨てがあると川田には投げ捨てがある。小橋が、小橋がブレインバスターに捉えるか、返した、なかなか持ち上がらない。どっちが、どっちが投げるか、小橋が投げそうだ。大振りが勝った、あっと脇固め、脇固めに入りました。浅子も入ってきます。場内ブーイングですが、これはしかし浅子の投手に私は拍手を送りたいと思います。あっと川田が立ってきた、ボディスラム、あ投げ捨てました。あ左足にドロップキック、激しい戦いになりました。エキサイトシリーズ、この2週間もどうやら目が離せないシリーズになりそうです。全日本プロレスマット、浅子が飛んできます。アウト、ウルトラタイガードロップ、ポペコンヒーローは蹴りでかわされました。カウントは2です。さあ黄色と黄緑、浅子と川田の戦いです。逆水平、ロープに飛んで、おーこれを待っていた浅子、もう一発か、あっと二の矢が放てません。あ今度は行きました、お見事です。あしかし川田の蹴り重みがあります。百戦錬磨の川田俊明、浅子を挑んでいきます。先ほどの大森といい、そして今度の浅子といい、積極果敢に先輩レスラーに挑んでいきます。ラリアット、これは返せるか、小橋がカットに入ります。あ今度は大森が出てきた、大森ナイスサポートになるか、あとリングの外に落とされた、おお大森ただでは死にません。これでリング上は川田が浅子を攻める絶好の舞台が整いました。投げ捨てパワーボム、浅子ピンチ、長寿大軍ピンチ、カウント3、勝ったのは正規軍。エキサイトシリーズ開幕戦、正規軍と長寿大軍、まずは正規軍に軍配が上がりました。最後は投げ捨てのパワーボムから川田俊明、浅子を抑え込みました。いやー、待てをしましたけど、浅子のポイント、はい、素晴らしかったですね。素晴らしかったですね、ですから今浅子のホワイトが、川田にちょっと通じないようなところがありますけども、はい、ここをちょっとね、克服すればね、素晴らしいレースなんだと思いますね。それにしても正義軍と長世代軍の戦いの他に、アスナロハイを経て成長した若手、その成長をまさにまざまざと見せてくれた戦いじゃないですか。そうですね、本当に見事な戦いでした。全日本プロレスマット、これから将来へ向けて大きな大きな可能性を感じさせる大森、浅子2人のファイト、拍手を送りたいと思います。